皆さんこんにちは、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスオンラインオープンキャンパスへようこそお越しくださいました。これからですね、わずかな時間なんですけれども、学部長、研究会員長、卒業生による対談企画として、お頭座談会を始めます。お頭というのはですね、このキャンパスで学部長、研究会員長、事務長など長と名のつく役目を負って仕事をしているメンバーがいるんですけれども、それを束ねてお頭と呼んでいます。皆さんの中には SFC のサイトでお頭日記という連載がありますので、そちらをご覧になっている方もいらっしゃるかと思います。で、今回は卒業生の OB、OG もお招きして、座談会を進めたいということです。で、私今日の司会進行をします、加藤文俊と申します。2年前から大学院の方の研究会員長を務めています。もう SFC には随分長いんですけれども、こういう形で、キャンパスを紹介するというのは初めてで、僕たちから見ると無観客状態なわけですけれども、ぜひ楽しく進めていきたいと思います。で、それでは早速、前総合政策学部長で、現在は、常任理事の土屋先生、あと環境情報学部長の脇田先生から一言ずつ、ご挨拶いただければと思います。じゃあ土屋さんからお願いします。はい、皆さんこんにちは、土屋です。私は7月までですね、総合政策学部長をしていました。今は先ほどオープニングで出ていました加茂智樹教授がですね、学部長を引き継いでくれています。私の任期の間はもうほとんどコロナでした。もうこのコロナにいかに対応するかということが課題でした。今の2年生、そして1年生とはほとんどオンラインでしか会えなくてですね、非常に残念な思いでした。しかしですね、コロナが仮に収束したとしても、すべてが元に戻るわけではないと思うんです。で、このコロナの世界の後にですね、どんなキャンパスを築いていくか、どんな大学にしていくか、どんな学びをしていくかということをこれから考えなきゃいけないと思うんですね。で、31年前このキャンパスはできたわけです。その時振り返ってみると、例えばベルリンの壁が壊れた、あるいはグローバリゼーションが急速に進行するというような大きな課題があって、その課題に対抗するために、課題に対処するためにですね、総合政策学部、あるいは湘南藤沢キャンパス、双子の学部と言われている環境情報学部ができたわけですね。で、その間、この31年の間にも、例えば20年前には対米同時多発テロというのが、911テロというのが起きました。10年前には東日本大震災が起きているわけですね。そして今我々はこのコロナに直面しているわけです。で、こういった社会の問題にですね、どう対応していくのかということがこのキャンパスでまさにやろうとしてきたことなんですね。で、今我々こう困難な時期にあるわけですけれども、それにこうどう乗り越えて未来を作っていくかということを考えていく、これが我々の使命だと思っています。で、今日卒業生たちとですね、ちょっと過去を振り返りながら、でも未来のことを話していければなというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いて脇田さんの方からお願いします。はい、こんにちは、脇田です。今YouTube の画面を私確認しながら見てるんですけど、なんかこうパッと見絵を見るとなんかマンション開発の住民説明会みたいになってますけど今日はお頭座談会ということで、和気あいあいとした雰囲気の中で、ね、超重要情報も含めてリラックスしてお話したいと思ってるんですよね。ですので皆さんもぜひここにコメントあげていただいて、可能な限り取り上げてお答えしたいと思ってますので、インタラクティブに皆さんも座談会に入っていただきたいというふうに思っています。そして今日、環境情報学部と総合政策学部の卒業生が来てくれてるんですよね。ぜひ皆さん生の声を聞けると思いますので、受験した後、彼ら彼女らがどんな人生を送ってくるのか、そんなことも含めて楽しんでもらえればと思っています。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。今お話にあったように、今日はですね、卒業生お二方にお越しいただいてます。で、それも両学部長の研究会に所属していた卒業生なので、当時のことを振り返ったりしながらお話しいただけるんじゃないかと思ってます。まずそのお二方に自己紹介いただきたいんですけれども、まず、土屋研究会 OB の、樋口誠一郎さん、お願いします。はい、はじめまして、樋口誠一郎と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしく。私は、2018年に環境情報学部を卒業しました。
土屋研究会にはですね、2016年の春から、所属していました。で、学生生活、4年間いろいろあったんですけれど、やはり何といっても学生生活軸は研究会でした。自分のと同じ興味分野について深く、そしていつでも議論ができるこの研究会というのは本当に楽しい思い出しかありません。で、簡単になんで土屋研究会に入ったかというと、まあ、高校生の時に見た横須賀の米軍基地にいろいろな意味で衝撃を受けまして、そこからその研究会のテーマである安全保障とか国際政治に興味を持ったことがきっかけでした。で、土屋先生研究会に入る前に、受講した土屋先生の国際関係論の授業で、その混沌とした国際政治を見るにあたって、リアリズムとかリベラリズムとかそういったその大きなフレームワークがあるんだよということを知って、あ、この授業面白いなというふうに思って土屋先生の研究会の門を叩いたということです。はい、とりあえず、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて脇田研究会 OG の、首藤真理恵さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、首藤真理恵と申します。私は樋口さんのちょっと後のちょっと前の2012年に環境情報学部を卒業しています。この映像を見てる方聞いたことがあるかもしれないんですけれども、大学を卒業した後にすごい面白い法人カヤックという、これをもう SOC を卒業した人が作った会社なんですけれども、そこに入社して、3年ぐらい前に株式会社ポケモンに転職して、今も元気に暮らしておりますというところです。秋田県および、SOC に入った理由なんですけれども、高3の時にダイソンの掃除機がすげえっていう風になってでちょっとプロダクトデザイナーになりたいなって思ってた時があったんですけれども、うん、まあ、それでこういろいろ調べて SOC の、こう分野にこう出会って、興味を持って受験して、で、まあ、とある授業で脇田先生のパンク精神に心を打たれ、1年生の時から脇田研究室にいます。で、卒論というか、まあ、ずっとやってたこととしては、こういう無機質なものをどうやったら擬人化できるかっていうことをずっと考えていて、でそのためにこうそのものにくっつけるデバイスを、デバイスのようなものをいろんな人に手伝ってもらいながら作ったりしていました。でこの右下ちょっとちっちゃいんですけど、目玉とかこうパソコンに USB でつけるベロとか作っていましたという感じです。あ、じゃあ次のページお願いします。でちょっと研究会の話からはそれてしまうんですけれども、SOC 在学中に同じその、分野の研究室に属している同世代の子たちと乙女伝芸部っていう部活を作って、でまあ今も続いており、まあ、牧田先生もその活動をご存知だったりするんですけれども、うん、メーカーフェア東京といったものづくりのイベントに出展したりなどしています。はい、以上です。はい、ありがとうございました。予想通り長めの自己紹介になったのでなるべくテンポよくいきたいんですけれども、今日は大きく2つトピックで話せるといいなと思っていて、まあ、脇田さん言われてたようになるべく和気あいあいと何て言うんでしょう、形通りやるよりはいろいろやり取りできるといいなと思うんですけど、もう大きく2つあって、1つは SFC の学びの中心である、まあ、研究会で、これについてはですね、6月にプレオンラインオープンキャンパスというのが行われまして、その中で別の先生方が研究会について語っていて、これもアーカイブになってますので、そちらはご覧いただけると思うんですけど、今日はどちらかというと生の声みたいな形で、まあ、研究会のことが1つ、でもう一つはご覧になっている方はまだ大学にこれから入るということだと思うんですが、その段階で卒業後のことを語るのはちょっとなんか早すぎる感じもするんですが、まあ多分気になるところだと思うので、まあ、大学 SFC を経てどういうこの仕事やチャンスが待ってるのかって、まあ、進路のようなこと、まあ、大きく2つをまあ、語っていきたいなと思います。でご質問があればチャットの方に書き込んでいただいて、
途中でもちろん拾えるものは拾いますけれども、ものによってはジムのスタッフの方からお答えするという形で、進行していきたいと思います。で早速研究会について、でもすでに自己紹介の中で少しお話しいただいたので重複するかもしれないんですけど、順番に樋口さんから土屋犬の特色とか、はい、なんか紹介を兼ねて語っていただけますか。はい、はい、土屋犬、土屋元宏研究会は実は2つに分かれていて、グローバルソサイティを考えるっていう、GS って呼ばれている研究会 と、インフォメーションソサイティを考える通称 IS と言われている研究会の2つに分かれています。で私が所属していたGS では、例えば、宇宙のゴミ、宇宙ゴミを、共同でどうやって共同で管理する国際機関がなぜ生まれないのかみたいな、そういったその安全保障とか国際政治にこうフォーカスした研究をしている人が多かったです。それに対してIS の方は初めて見ると面食らってしまうような個性的な研究が多くて、記憶に残っているのは 2.5 次元上映とか、そういったその、コンテンツ、カルチャー系の人が多かったです。で土屋犬の特色はですね、その最終学期末の最終合宿で普段全くその研究の進捗を共有していない状態で、全くその畑の違う人たちに、だから僕で言えば GS の僕がその IS の人に自分の研究を紹介説明するっていう、これがなかなか難しくて、お互いこうポカーンとしてるんですけれども、だから千谷先生がいつも常々おっしゃってるのは、その全くの素人の人に自分の研究内容を明瞭に伝えられてこそプロだっていうことで、どれだけ答えられてたかはなはな心もとないんですけど、とにかくその最終合宿でその自分の研究をいかに分かりやすく できれば面白く伝えられるかってところが一番面白かった、この研究会の特徴かなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ土屋さん、今のを受けて何かコメントや気づいたことなどありますか。そうですね、SFC って割とこうみんなでコラボレーションというのが好きなことだと思うんですよね。でそれは重要なことだと思うんですけど、SFC にいる人が全員コラボレーションが好きなこうコミュニカティブな人じゃないと思うんですよ。でそういった時になんか自分はこれだけが好きだっていう子もいるはずで、そういう子を私はちょっと救える研究会を作りたいなとずっと思ってるんですね。でそうした時に、その研究っていうのは本当は文字通り言えば世界で一番にならなきゃいけないわけですけど、いきなり学部生に世界で一番になれ研究やれよって言われても難しいと思うので、やっぱり SFC でとにかく一番になれと、それは私自身のことも超えてほしいし、 SFC の中にいる大学院生とか他の先生たちも超えるようなテーマを選んで、これについてはもう自分一番だっていうものをやっぱりやってくれと、でそれについて卒業論文を書いていってくれたらもういくらでも合格させる、卒業させるっていうのが私のポリシーでですね、そういう感じでやってるので、個人で一人でちょっと突き詰めたいものがあるっていう子はぜひ来てくださいと、そういうポリシーでやってます。ありがとうございます。じゃあ今度は首藤さんの方から脇田犬について、今のに質問してもいいですか。いいですよ、はい、このねスライドが面白くて、先生のモット、土屋先生のモット、地味なことをやり続けた人が最後に勝つってあるんですけど、なんかこう勝つとかこう負けると結構そういう勝負感のある感じなんですか、こうその研究室の雰囲気っていうのはどうなんですか。いやですね、やっぱり今言ったようにこれ SFC で一番になるっていうことが勝つってことなんですね。ここでいうのは誰かをこうビートするっていう意味では全然なくて、でその時に何かこうネットで調べましたとかですね、ウィキペディアに書いてありますっていうことをそのままペロッと持ってきて発表してもやっぱ研究になってないと思うんですよ。やっぱりこう自分でデータを探しに行って取りに行ってくるとか、データを作るとか、あるいは既存のあるデータをそれをちまちまと、ものすごい大変な作業かもしれないけど自分で分析してみるとか、そういったことをやらないとこうサムシングニューっていうのが出てこないということを常日頃言っていて、それができるといい研究になるよってことを言っているのを、こういうふうに表現してくれたんだと思います。なるほど。いや、僕も後でちょっと突っ込もうと思ってたんですけど、これちょっと気になるよね。勝つ、ちょっと先に最後に愛は勝つみたいな、進んでもらう、多分ね、だいぶまた秋田県とカラーの違いが明らかになってくると思うんですけど首藤さん、じゃあ、同じようにご紹介いただいてもいいですか。はい、
脇田研ので何をが研究テーマかっていうのはここにあの先生のページにビジュアライゼーション幾何モデリングスマートマテリアルって書いてあるんですけど、まあ、何をやってるかはちょっと各自ググっていただくとして、スピリット的な部分は結構大事なところがあると思っていて、まあ、こう自分の、視点から見てこうなんか見つけてなんかこう頑張って形にするっていうところはずっとこう求められてたことかなっていうのは思ってます。で、まあ、結構スキルみたいなところは私は全然なくて超落ちこぼれだったんであれなんですけど、まあ、それは結構何でもいいんですけど、こう自分の本当の自分の視点から見てなんか面白いものを見つけたとかこれが違うかもって思ったとかなんかそういうのがすごく大事で、まあ、そのモチベーションをもとになんかものを作るっていうのがすごく重要なテーマとしてあったんじゃないかなと今振り返ったら思いますというところですけど、どうでしょうか。いいですか。じゃあ脇田さんがコメントして土屋さんが突っ込むっていうんじゃないでしょうか。はい、じゃあ脇田さん。いやだからまあ好きなことを持ってる人の居場所でしたね、うん、で、まあ、好きなことっていうのがやっぱり、一番熱中できるし、それがまあさっき土屋さんがおっしゃったように世界一になる近道だと思うんですよね。まあ、そのためには、まあ、コツコツと黙々と努力し続けることはまあ絶対必要で、ただそれが努力と感じないような、まあ、ノリっていうんですかね、これ大好きだからやっちゃうとか、もう熱狂してあいつ狂ってるおかしいとか、そういったことがリスペクトされる研究室だったのかなと思います。みんな残留大好きで、残留っていうのはですねキャンパスに24時間、今コロナだから無理ですけど、24時間キャンパスに滞在して泊まりながら研究をすることを残留っていうんですけども、まあ、残留が大好きな子が集まっていて、まあ、何研究してるか何してるか分からなかったんですけども、とにかく、研究室に常にいて、で空いた時間に授業に行くみたいな、そんな生活をみんな送ったんじゃないかなと思うんですよね。そんな中でも首藤さんは、まあ、こういうノリですからね、耳にライトニングの USB-C のぶった切ったイヤリングしてますけど、ハッカーマインドが非常に深く持った学生で、本当に一番印象に残ってるんですよね。なので今日はぜひネット上で首藤さん突っ込んでいただくと、いろいろと面白い情報が出てくるんじゃないかと思います。はい、そういう場所です。土屋さん何かありますか。いや、なんか今日は珍しく脇田さんと意見が合うなっていう感じがあってですねあまり突っ込みようがないんですけど、いやでもね、こう普段こう思ってることをちょっと質問すると、やっぱりこう国際関係の研究とかっていうのは、やっぱりこう、いや、その目の前にある問題に取り組もうっていうふうに言ってるんですけど、やっぱり問題が大きすぎて社会にこういきなり役に立つことって難しいんですよ。例えば学生が一人で条約作るなんてことはほとんどありえないことなわけですよね。でそうした時にこう脇田さんはデザインをやってて、今は多分アートの方にだいぶシフトしてきてると思うんですけど、その時にこう前授業に来て脇田さんに話してもらった時に、いやアートなんか役に立たないんですよみたいなことをね、こうちょっと一言おっしゃってたと思うんですけど、こうアートとかデザインの世界でこう社会に役立つっていうのは、まあ、多分国際関係よりは分かりやすい気がするんですけど、それはどういうふうにこう捉えてるんですかね。どうなん、すごい困るこれ主役は卒業生なので、あ、そうですか、はい、じゃあ首藤さんにぜひ教員同士だから首藤さんが答える、それに組み立つなんかお答えありますか。そうですね、今のに対して、まあ何でしょうね、その対象に対して考える脳みそのレイヤーが全く違うので何とも言えないんですけど、でもあんまり役に立つか役に立たないかで考えたことはなく、その衝動もモチベーションもまあ人それぞれっていうところなんじゃないですかね。でもそれでいうと、ここに樋口さんと私が存在していることで、その衝動とモチベーション、さまざまな人を誰でも楽しめる場所ですっていうことは言えると思うんですけど、ただ今のはちょっとあんまり土屋先生のコメントのお返事になってなかったかもしれない。なるほど。多分ね、お二人っていうか、ね、二つの研究会すごいコントラストあるなと思いながらも、なんか言ってることは一緒みたいな感じですよね。そうかもしれないです。だからその言い方が違うっていうか、うん、なんか共通しているのはやっぱり研究会の思いと、こんな学生になってほしいっていう思いがあって、うん、それをそれぞれ教員が自由にやってるってことだと思うんですけど、うん、
ちょっともうちょっと研究会の話を膨らませて、まあ、せっかくゲストでお越しいただいているので OB、OG の方にたくさん喋ってもらいたいと思うんですけど、何でしょうね、振り返ってみて強烈に記憶に残ってるエピソードみたいなのってありますか？これはもう失敗談でもいいし成功談でもいいし、こんなこと言われたとかやっちゃったみたいなのでもいいんですけど、どっちから行こうか。じゃあ樋口さんからでいい？樋口さんから。そうですね、ちょっといろいろありすぎてそうですね、まあ最初にこれ、まあ、やっぱ言うか、すごいユニークな同級生、今でも仲いい同級生がいまして、研究会初日に10分15分ぐらい遅れていきなりこう扉をバーンと開けて入ってきて、まあ、M 君っていう子がいるんですけどこれこういきなりこう旅先のお土産のアメちゃんを誰かで買わずこう先生僕たちに配りまくって、でこうその何かこうだってかっていうことというよりはその時のエネルギーをすごい覚えていて、で彼はやっぱりすごい優秀で毎回研究テーマが変わるっていう、学期ごとに研究テーマが変わるっていうぐらい見てて飽きない研究をしている人で、その最初 のなんかそのオープンキャンパスの始まりという話に寄せると、その彼がこう扉をぶち破った瞬間が一番最初の思い出ですね。はい、なるほど。首藤さんは何かありますか？強烈に印象に残っていることって。強烈エピソードといえばですね、脇田家に入る前なんですけど、1年生最初に入って全員が受ける環境情報学の創造っていう授業があるんですが、そこでこの同じ場所ですね、この教室で当時の阿川先生に対して脇田先生がそのゲストで呼ばれてたかなんかで、 T シャツジーパンスニーカーで来ててなんかそれで阿川先生が なんでそのこの大教室の授業なのにその格好はみたいなこと言われていや別にいいじゃないですかっつって切れてたのがやっぱ強烈に印象に残ってますね。でそのなんかあなるほど、あ別に確かにいいなと思ってそれで脇田家に入ることにしましたいやそれちょっと補足すると、当時学部長でいらっしゃったんですね、その阿川先生は、ね、でいやなんか議論してる時に、いやなんでお前そんなジーパンと T シャツでみたいな流れでいじられて、で、まあ、ちょうど当時ね、アップルが時価総額1位になったんですよね。ああ、なるほど。ジョブズジーパンだぞみたいな、まあそういう、そういうまあその SFC ってまあ教員の中でもあんまりね、国立大学と違って、講座制じゃないので、講師とかね、准教授の人も研究室を持てるんですよ。そこは多分学生の皆さんにとっても美味しいポイントだと思うんですけど、まあ若い人の新しい思想とかやる気を直に浴びられるっていうのかな、多分それを首藤さんは言いたいと思うんですよね、はいはい、そういう場だったんだと思います。だから研究会ってやっぱり100ぐらいあるじゃないですか。いっぱいありますね。だからそこが面白いところですよね、うん、でその100は全部ある意味独立しているから、悪く言うとバラバラなんですけど、よく言うと一つ一つが独自 その鉄則とか、うん、なんかポリシーを持ちながら、うん、運用されているので、要はだからどうやって出会うかですよね。そうですね、その首藤さんに言われたのは今それが出会いだったんですか、脇田さんとの、その最初は、ね、T シャツジーパンのがガーンとこうインパクトがあったって感じなんですか。実はその入学する前にいろいろ調べて、ここの研究室もいいな、あの研究室もいいなっていうのは候補あったんですけど、そのざっくりとした分野でまあなんとなく考えていたんですけど、まあ、最後その決定打はその T シャツジーパン事件ですなるほど、はい。樋口さんはどんな感じで選んだんですか、土屋さんを。あ、そうですね、まず最初に、国際関係論の授業を取って、第一印象ここじゃなくて向こうのオメガ館での授業だったんですけど、割とその大教室なので遠くから眺めたんですけど、なんかすごい若い人がいるなって最初それいつ頃ですか。学部2年ぐらいですか。2015年とか5年、5、6年前、はい、そうです若い人で、開校一番この授業は1年生取らないでくださいって言われてちょっとやばい人がいるって、でもその冒頭でご説明した通り、授業はすごく面白くて、その後その後で紹介したいんですけど、SFC レビューという SFC のオープンキャンパスにはもってこいのこの SFC の広報誌があるんですけど、これのインタビューで土屋先生のところに自分でこう指名して行かせていただいて、で実はその地元が近かったっていう
があって縁を井の頭公園ですよね。久我山から来ましたって言ったら久我山かって井の頭公園は僕の青春だよって言ってそうもっとそこも詳しく聞きたかったんですけど、そうあのということでなんか、まあ、その興味とご縁を感じて門を叩きました、ね、なるほどね。あのいや僕も含めて教員は選ばれる、もちろん学生を選ぶっていうこともするんだけど、選ばれる側で考えると、うんまあ、どうやってこの出会うのかっていうのは本当に興味深い。どうなってるのかよく分かんないですよね、うん、100人ぐらいいますからね。その後のじゃあ、まあ、次のトピックに来たので、その前に一言ずつ、あのそのなんていうんですかね、馴染んでいく感じ、研究会になかなかこの人間関係の話もあるし、もちろん自分だけじゃなくて他の学生もいるわけじゃないですか。その自分がこうどうやってその研究会のこうイズムというか、この溶け込んでいったかみたいなことで、なんかちょっと首藤さんなんかお話いただけます？いやでも直感を信じて入ったら結構匂いの近い先輩しかいなかったんであんまり溶け込むとか考えてなかったんですけど、でもやっぱりそのどのなんか先生も、先生ご自身とかもその興味範囲って変わっていくから、あんまりそのこのテーマがどうとか、この研究をしたいからみたいなことにとらわれすぎるよりも、最後は人間的なフィーリングで決めるのがいいかもしれないですね。そうするとこうあの近しいような仲間が、同じ匂いのする人間がいっぱいいると思います。なるほどね、はい、私は苦労しなかったです。樋口さんはどうですか？いや最初こそ本当に殺伐としていて、殺伐個人研究なので個人でやっていくっていう、その腹の座った人たちが基本的なのにメンバーを構成していて、で加えて毎回先生があの研究会の冒頭でいじってた、もう触れてた、からかってたんですけど、毎回その男女合コンみたいな席順になって、男の島女の島みたいになって想像がつかない、そう合コンスタイルって言われたんですけど、でとにかくもう研究会が終わったらこう解散みたいな感じでなっていったので、あの最初難しかったんですけど、飲み会、まあ、コロナのもちろん前の飲み会の後に僕がその湘南台に下宿をしていたので、もう勇気を出してこの後僕の家に来てくれってこう言ったら、意外とみんなもう話もうはもう意外とみんな来ていっぱい来てくれて、でまあ話し出したらもう止まらない、朝までずっと僕は実は自主ゼミをやりたかったんだみたいなこともう止まらない、そこですね、はい。なんで自分が馴染みに行ったというよりも、なんかもう強制的にそうなんかもう作ったって感じはあります、ね、みんなその合コン形式にはなんか疑問を持ってたっていうことなんですか？特にはない。特にはなかった。自然にも。なるほど。ちょっとね、いきなり話題を切り替えるのも変なんですけど、まあ、研究会の話で、まあ、今ちょっとこうどうやって馴染んでったかみたいなお話をしたのは、やっぱり長い人だと首藤さんは1年生の時から入ったんですか？はい、そうです。だそうすると4年、3年半ですよね、はい、だそれってもうな長いっちゃ長いですよね。でそれこそ100人他に99人いるのに1人に決めて、うんうんうん、もうそれは良いことだと思うんだけど、はい、まあ、続けるわけじゃないですか、うん、だからその付き合いの中でいろいろ育まれたものがやっぱりその後に多分、まあ、なんか単に研究領域だけじゃなくて、まあ、繋がっていくんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、樋口さんについてもあのそれこそ取材をして自分でアプローチして、うん、まあ、多分この人に対する興味みたいなのが多分あったんじゃないかと思うんですよね、うん、そういう中で関係が作れられてたと思うので、なんか調査研究の領域っていうよりはなんかこうやっぱ人を選ぶみたいなことをお二人はやってきたんじゃないかと思うんですよ。でその話っていうのは多分どんどん続いていくわけで、大学にずっといられないので、自分でやっぱり世界を作っていく、世界と出会うということをしながら、また今度職場なのか、まあ、家族なのか分かんないけど、まあ、人と出会いながら行くってことだと思うんですけど、だからあんまりその進路仕事とかっていうことに限らず、やっぱこの卒業後みたいな話をちょっとしたいと思うんですけど、皆さん卒業してまだ10年経ってないんですよね。もうすぐ10年ぐらいかな。もうすぐぐらいですね。まあ、だからちょうど振り返るタイミングとして面白いタイミングかなっていう気もしているので、あのちょっとその振り返りながらっていうあのお話にしていきたいんですけれども、あの、まあ、項目としてはあの卒業後の進路についてみたいな、こう割と固い言い方になってしまうかもしれませんけれども、
どちらかというと、なんて言うんでしょうね、皆さん関心のあるところでもあると思うんだけど、もうちょっと広い意味で、SFC を経て今どんな感じ、あるいはどういうふうに選んできたかっていう話でちょっとコメントいただきたいんですけど、これもまあ樋口さんから卒業後の何て言うかな、はい、進路とか、はい、あとはまあ友達はこんなことやっている人が多いとか、こんなやつもいるとか、はい、なんかそんなことをちょっと簡単にお話しいただけますか。はい、私は卒業後イギリスの大学院に留学をしていました。卒業論文のテーマ、その地味にやり続けた結果、その日本とオーストラリアの防衛協力の可能性というテーマをもっと深く勉強したいなと思いまして、で最初ロンドン大学東洋アフリカ研究所 SOAS と呼ばれているところの、プレマスターコースに10ヶ月間おりまして、でその次にキングスカレッジロンドンの戦争学研究科修士課程に入学しました。でスライドにも書かせていただいたんですけども、2校とも土屋先生に推薦文書いていただいてまずその留学の話もしたいんですけれども、留学をするにあたってすごいこう土屋先生 SFC にすごい後押ししていただいて、推薦文ももちろんそうですし、イギリス留学するにあたってちょっとお話に出た前総合施策学部長の小川先生にもちょっとお会いしていろいろ話を伺ったりして、で写真の指導教員の方も紹介していただいて、はい、すごくそれは助けられたなという思いです。でその後、ちょっとコロナがあって緊急帰国、去年の3月に緊急帰国してきまして、で、日本で修士論文を書いて、でちょっとその後時間ができたので、今年の2月から3月に政策グリップス政策研究院だ研究院大学院大学でリサーチフェローを1ヶ月間やりました。でこれも実はサイバーセキュリティに関わる報告書だったので、土屋先生にもアドバイザーとしてまたもう、ね、インタビューばっかしてインタビューばっかですね土屋先生にインタビューして報告書に盛り込んだりとかして、でいろいろ今まで培ってきた経験とか考えをもとに、働く社会にそろそろ出ようっていうふうに決めまして、今年の4月から共同通信社に入りました。一言で言うと安全保障の現場とかをそういったものをと世論をこう正確につなげたいなっていう思いから、このメディアの道を選びました。で今現在福井支局で働いております。はい、とりあえずはそれでございますかね。はい、土屋さん、なんか補足することとかありますか。樋口君たまたま共同通信ですけど、マスコミに行く卒業生も結構多くて、この前朝日新聞にいる松山というのがいるんですけど、もう彼女が書いた記事に涙してしまいましてですね、そういう活躍してくれているのもいますし、研究の世界に行くのもいますし、ゲーム業界でゲームのデザインしているのもいますし、それは多様で、結局こう好きなことやりなよって言い続けているので、やっぱり好きなものを選んでいくんでしょうし、逆にこういつも思うのは、最初にこう泣きながら就活してもですね、やっぱり合わないことっていうのはどうしてもあるので、多くの子が転職をするわけですけど、その時にやっぱりこう素直に自分がやりたいことを選んでいく、そういう社会が来てるんだなっていうのをつくづく実感しますね、最近は。なるほど、ありがとうございます。じゃあ首藤さんの進路もちょっと簡単にお話しいただけますか。はい、ちょっと字がちょっと見えないかもしれないんですけど、私は、割と樋口さんとは対照的な感じになっていて、私は卒業して研究を進めるという発想は頭になく、割と早く働きたくて、で、大学時代から、行きたい会社でバイトしてたりしたんですけども、卒業して面白法人カヤックっていうゲームを作ったりコンテンツを作ったりウェブサイトを作ったりする会社に入り、その後、株式会社ポケモンという、任天堂とは別なんですけれども、ポケモンにまつわるビジネスをやる会社ということで、今在籍しています。で、ざっくりと
まあ、デジタルというかパソコンで何か作ったりするのは面白くて、大学の時からやって、割とそれがそのまま緩やかに今もつながってる感じでおりますというところなんですけど、他の人は何か大体こうっていうのはあまりなくて、本当に人によるんですけど、エンジニアになったり漫画家になったり、アパレルブランドを作った人も先輩もいますし、あとは IT 企業に就職してバリバリやってる人もいますし、メーカーやいろんな研究機関で働いてる人もいますし、みたいな感じですかね。本当にバラバラですが、まあ、皆さん元気でやってると思いますというところで、なんか割とそうですね、なんか研究室在学してる、研究室に在籍してる時に、まあ、なんかそのデジタルというか、まあインターネットとか、まあ、そういうものを使ってなんか作るのは楽しいなっていうふうに思えたっていうところが結構今も生きてる感じです。はい、以上です。多分教員の影響をね受けるっていう部分かもしれないんですけど、脇田さんはなんかその就職感とか働き方とか、なんかそういうのをこう学生にまあなんか自分でなんて言うんだろう俺を見ろっていう感じかもしれないけど、なんか言ったりしてることってあります？言ってたかな。そうですね。でもなんか最初にカヤックに行くことにしましたって言った時に、うわぽいっつって爆笑してた気がする。爆笑って失礼だね、本当ね。いやいや、でもね、なんだろう、優秀なやつはやっぱり自分で起業してたのかな、脇田健の場合は、うん、とかデザイン事務所作ったり ね、小さい尖ったところに行ったりして、うん、まあ、大企業別に否定するわけじゃないですし、その後のキャリアはみんな流動的に動いていくので、うんうん、ただまあ最初の一歩をどう踏み出すかっていうのはやっぱり生き方にかなり影響してくると思うんですよね、うん、そこは結構口酸っぱくして言ってましたね、うんうん、ちょっと割り込んでいいですかね。このね、首藤さんが書いてくれてるエンジニアの言ってることが分かって説明ができたのは脇田健のおかげって、これがねすごい重要なんですよ。SFC はこういろんなことが学べて、なんかちゃんと深く学んでないんじゃないかみたいなこと批判をされることがあるんですけど、でも逆に言うとこれができるってことがすごい強みで、私の卒業生も例えば役所に入って政府での仕事で霞が関なんかに行くとですね、やっぱりそのこれしか学んでません、法学しかやってません、経済学しかやってませんみたいな子たちとこう並んでこう入ってきた人たちを上司から見ると、いや SFC の子変わってるよな、なんかいろんなことに関心を持ってそしてつなげられるんだよねっていう言うんですよね、うん、なんかそこがやっぱり私たちがこう生み出してきた人材の特色になってると思うんですよ。これしか分かりませんっていう専門バカじゃなくて、自分が突き詰めたいのはここですっていうのがあるんだけど、でもこういろんな人と話をしてやっぱりこう周りのことを理解してチームワークを作れるように結局なってるんですよね、うん、そこが強みだと思いますね。僕の経験から言っても、なんか仕事で出会って最初に言ってくれてもいいんですけど、後になってこの SSC 出身なんですよみたいな、そういう場面が結構多いですね、うん、だからそれはなんて言うんでしょう、もちろん領域は限定されてるかもしれないけれども、うんうん、皆さん割と本当に活躍している姿っていうのはやっぱりキャンパス以外の場所で教員たちも確認できるようになってきてるっていうのはやっぱりこのそれなりに歴史を積み重ねてきた、まあ、結果だとは思うんですけど、もうちょっとだけなんかやっぱり進路っていうことでお話したいのは、なんかどうでしょうね、こういう質問はいいのかな、10年後とか どうしてると思います自分で10年後の私みたいな、正直に申し上げてまだ入ったばっかりなので、ああそっか、今そうですよね本当だ、そうですね、1年目の新人なので、うん、正直今全く考えられないです、目の前のことで精一杯で、あんまりいい質問じゃなかったですね今のでも仕事は どんな感じですか、仕事に対する自分の向き合い方、こう非常にこう、まあそうですね、やっぱりこう研究室でこう仮説を考えてデータを集めて検証してっていうことをがアカデミアの世界の主だったら、やっぱり実社会っても本当に、まあ、違いますよね、本当にもう体力勝負というか、常にこうやられたことをきっちり
責任を持ってやり遂げるっていうことが先行するので、そのそうですね、その、うん、ただ向き合い方、ただその、まあ、例えば、まあ、ミスもあるんですけど仕事で、でもそれは絶対そのなんでミスしたんだろうとか、まあ、当たり前 SFC だからってことはないとはないかもしれないんですけど、まあ、なぜっていうワード、研究会でもリサーチクエスチョンはやっぱりホワイクエスチョンにこだわれって先生です常々おっしゃってて、まあ、なぜっていう問いかけにはすごく大きなことが含まれてるっていうことも思い出しつつ、やっぱなぜっていう言葉にことには答えが出なかったとしても、時間切れになったとしても、それだけは持ち続けることはしたいなというふうに思いますね。なるほど。首藤さんはどうですか、この先どんな感じで仕事したりしてると思います？そうですね、秋田県出身の人が割とフリーランスとか自分で会社をやってる人が多いっていうのもあり、もしかしたら10年後はそうなっているかもしれないんですけれども、まあ、全然わかんないながらも、まあ、多分その時の、まあ、ノートパソコンかスマートフォンかわかんないですけど、その時のコンピューターの形したものとずっと向き合っているとは思いますね。全然わかんないですけどね、全然わかんないですけど、でもなんかその周りには割と多分 SFC 出身の人だったり近しい匂いのする人を見つけて仕事をしているんじゃないかなとは思います。 SFC にいてすごいいいなと思ったのは、そのいろんな人たちがいる集団の中から自分の近い匂いがする人を見つける能力っていうのはすごい上がってるような気がしてて、それはなんか特殊能力かなと思って、それは例えばフリーランスになったとしても働く力かなと思ったりはします。さっき言ってたその匂いみたいな話と関係してきますよね、はい、きっと。そうですね、だから多分授業とかで学ぶってことに加えて、なんかそういうこう嗅覚のようなものをこう研ぎ澄ますみたいな場所なのかもしれないですよね。そうですね、ね、だんだん時間がちょっとなくなってきたんですけど、まあ、ちょっと個人的な関心も含めてこの1年半のこの仕事ってまあ、ちょっと入ったばっかりっていうのもあれだけど、まあ、特にやっぱりこの1年半って、まあ、教員も学生も、まあ、あるいはこれを今ご覧になっている方も含めて、なんか想像と違う形で、ね、過ごさなきゃいけなくなってたと思うんですけど、そのことについて何かコメントというかありますか、ヒューさん。1年半ですか、うん、働き方、そうですね、どこまでおっしゃっていいか、まあ、とにかくその、まあ、記者ってやっぱりその取材先との信頼関係の構築っていうのが、まあ、あると思うんですけど、まあ、でも基本その取材先とこう酒を飲んだりとかしてこう時間を共有していくっていうのがまずあるんですけど、そういったこの昔ながらの方法がちょっと使いづらくなっているっていうのはありますね、うん、はい、だからまあ僕の場合はそれが最初なので、そういうふうにこうな時は知らない、逆に知らないので、なるほど、企画があんまできないんですけど、そりゃそうだ、その点はそんな感じです。ああ、分かりました、ありがとうございます。首藤さんはどんな仕事の仕方だったんですか、この。そうですね、まあ、いわゆるテレワーク的な感じでやってるんですけど、まあ、デジタルでなんか、まあ、大体何かを作るので、テレワークだけで完結しそうなんですが、まあ、やっぱりその結構スピリットを共有しないとなかなかそのあと与田話からこう面白いことって生まれてくるので、やっぱり、うん、そこの共有してる緩やかな共有空間とか共有時間がなくなると、まあ、なかなかきついなっていうのは思ってました。今も週にちょっとぐらいは会社にはたまに行くんですけど、まあ、その時間がすごい貴重だなっていうことをそういう状況になって気づいた感じですね。なるほど。だから私は研究会の時はすごく住む研究室に住んでるタイプで、まあ、機材とかも使い倒すしっていうタイプだったんですけど、なので今の学生はすごくちょっと気の毒だなっていうふうに思っちゃいますね、うん、なるほど。まあ、いろいろ松下さんも冒頭でおっしゃってましたけど、まあ、オンラインということの良さに気づいている部分というのもたくさんあって、まあ、この後も、まあ、研究会って今ずっと話してきましたけど、研究会の在り方もね多分変わってくるんじゃないかと思うんですよね、いろんないい意味でね。なので、まあ、その辺を、まあ、教員サイドとしては考えながらやっぱり今後多分
組み直す部分は組み直すみたいな話だし、学生の方も、まあ、在学生はもちろんこれから大学生になろうっていう人も、まあ、ちょっと研究会っていう、こう従来聞いていたいわゆるゼミナールみたいなものと、もともと SFC の研究会って違うっていうのに加えて、このやっぱり COVID-19 の影響でまた変わるっていうことなので、多分その意味では予期できないこともたくさんあるかもしれないんですけど、まあ、でもその、まあ、片鱗は少し、まあ、今日にじみ出てたかなと思います。それで、まあ、だんだんこう時間がなくなってきたので、まあ、後面に入っていくんですけど、まあ、特にですね、なんだろうな、トピック問わず最後に一言ずつ何か言おうと思ってたけど言えなかったこととか、まあ、話してて気づいたこととかお話しいただいて終わりたいと思うんですけど、これどういう順番、また同じローテーションでいいですか、井口さんからでいいですか。あ、はいはい、最後に、最後に、そうですね、SFC ってその先ほど残留の話もあったんですけど、本当にとことん勉強ができる環境だと思うので、都心から離れていて、なので本当に自分が納得いくまで勉強を、自分はできたし、これから入る方にはそう納得いくまで勉強してほしい、 SFC で やり抜いてほしいなというふうに思います。で最後に繰り返しになるんですけど、これ僕が昔編集長もやっていた慶応 SFC レビューに、これ本当過去号とかにも SFC のことが本当に純度高く載っているので、ぜひご一読ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ土屋さん。はい、まあ、高校生で見てらっしゃる皆さん、なんかいやそんなやりたいことやれって言われても私まだ分かんないですっていうのが当たり前だと思うんですよね。なんかそういうものがないから SFC は躊躇しちゃうって子もいると思うんですけど、私なんか高校生の頃何やりたかったかっていうと、当時ですね、ライブエイドとかですね、 USA for Africa とかですね、こうアメリカやヨーロッパのミュージシャンがアフリカを救おうってやってたわけですよ。でいや、じゃあこれはアフリカ助けなきゃなんて思ってですね、入ってきたんですけど、いまだにアフリカに行ったことあるのってチュニジアだけなんですよね。でも今こうサイバーセキュリティっていうのを専門でやり始めていて、ようやくですね、このアフリカがインターネットにつながり始めて、アフリカをなんとかしなきゃいけないっていうのがこう出てきてですね、アフリカに行くチャンスっていうのも多分このコロナが終わると出てくるんですね。でそういう面ではずっとずっと人生長いので、大学にいる4年間だけで何かを完結させる必要全然ないと思うんですよね。そういう面ではまだぼんやりしてるけれども何かを見つけたいっていう人もぜひ SFC 考えてもらえるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ首藤さん。はい、そうですね、今土屋先生のお話にもあったと思うんですが、まあ、なんか体系だったカリキュラムとかその学問領域が存在しているわけではないので、あんまり分かんないなっていう人ほど、まあ、来て頑張って自分の中の何かしらの衝動をですね発見してもらうと、その後の人生が楽しくなるのかなっていうのは思います。なんかこうすでに体系だったものに対してこう追随していくのは結構まあ楽っちゃ楽なんですけど、まあそこに対してあえてこう抗ってみて、あ、これは自分は割と好きなんだなとか、こういうのやってると楽しいんだなみたいなことが大学中とかに見つかるとすごく楽しい人生になるかなと思ったりしますので、なんかその問いを自分に対してできるとできやすい環境がしてほしいかなと思いますというところです。はい、ありがとうございます。じゃあ脇田さんからも。はい、最近の私の変化は、一番大きな変化はですね、卒業生と一緒に仕事をするってことなんですよね、うん、いいですね、なのでそろそろポケモンさんから仕事が来ないかなと思ってるんですけどいや、まあ、やっぱりそれは師匠弟子っていうのを超えたまた新しい喜びがあって、うん、本当に教員やっててよかったなと思う瞬間なんですよ、うんうん、まあ、僕は大学以外にアーティストとして働いたり会社を持ったりしてやってるんですけど、そこでの関わりっていうのがまた、ね、学生の首藤さんとまた違う側面が見えてきたりして、まだ仕事してないですけど分かんないです、多分見えてくる、そういう付き合いっていうのは多分一生続いていくんだろうなと思うんですよね、なんでやっぱ福田先生ね、人間交流っていう言ってますけど、そういう本当に一生の交流の、場を一緒に築けたってことがやっぱ僕にとっては SFC で
教えてる一番のメリットかなと思うんですよね、あの学生 OB がどう思ってるか分かんないですよ、また脇田が仕事くれって言ってるよみたいな分かんないですけどただまああのそういうあのついていくと思うんですよね、研究室で卒業しておしまいじゃなくて、その後もずっとついていくものであって、あの慶和では社中って言ったりしますけど、それは研究会やゼミでもそういうそれぞれの社中コミュニティがあるんじゃないかと思うんですよね。で学生見てるとなんかどうやら周りで仕事回しちゃったりとかね、そういう広がりがあるのがあの SFC の良さだと思っています。ありがとうございます。あの今のはすごく大事なことだと思ってて、やっぱ大学生って、まあ、我々はずっとここに勤めてる限りここにむしろ動けずにいるんだけど、卒業生たちははるかにあのいろいろな広い世界に出かけてって動いていて、ただ問題はそことちゃんと我々が つながっていられるかどうかみたいなね、教員側から見ると。でだからむしろあのそこのなんかあのまた一緒に仕事ができるっていう関係を作る、まあ、きっかけになるのは多分研究会だし、その後 あの関係の続ける方によってはもう少しそれが、豊かに育っていくっていうことじゃないかと思います。それであのちょっとこうつったない進行であったんですけども、時間が来てしまいまして残念ながらあのこれでお頭座談会を終えなければいけないんですけど、まずはあの参加いただいた皆さんどうもありがとうございました。そしてあのご覧いただいた方もあの直接あの今年はお目にかかれませんでしたけれども、あのご覧いただいてありがとうございました。でこの後もプログラムをご覧になると、あの模擬授業とかキャンパスツアーとか、あの学生とのコミュニケーションコーナーのようなものも企画されてますので、あの引き続きあのお楽しみいただければと思います。あのじゃあ時間に大体なりましたので、これで終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。手を振らなきゃ。そうです。